登場。あらちゃんあらちゃん。あまちゃんです。ああ、崩れてきちゃった。まあチャンスかな。ということで今回はサムネイルとタイトルと、まあ、今のこの鳴き声を聞いてもらったら分かる通り無事出産しましたの報告です。はい、母子ともに健康で。お疲れ様でした。ありがとうございます。って言ってももう1ヶ月ぐらい経つのかな。そう、ちょうどもうすぐやっと1ヶ月っていうところで、あ、そう、予定日が8月30日だったんですけど、うん、ぴったりその日に生まれてきました。深夜だったんですよね。夜中にね、日付もあって、うん、で、今が27日なんで、うん、ちょうど1ヶ月経つところです。1ヶ月経つところだね。もう1ヶ月経つんか。早いな、あっという間だったね。いやちょっとね、もうこの1ヶ月間、まあ、特にハムちゃんはね、出産を終えて体にダメージを抱えとる中、初めての育児で、ほぼ睡眠時間ない状況で、ありがとうございます。妊娠後期の頃から結構もうしんどくて、動画がなかなか撮れずに更新もできず、ほぼずっと止まってしまっていたんですけど、お待たせしました。お待たせしてすいませんでした。まあ、今後も本当にもう子供中心になってくると思うので、生活が、そうやね、撮れる時間とか編集する時間も限られてしまって、更新の頻度とかが不定期になったりしてしまうと思うんですけど、私の体力も回復してきたので、今後は子供と私の体調をちょっと見ながらまた更新していけたらいいなと思ってます。はい、まあちょっとね、本当に、まあ、さっきハムちゃんが言ったように、まあ、今後については俺らも何言ってもね、初めての子育てじゃけん、もう本当これからどうなるかもわからんし、赤ちゃんによってその、よく泣く子もおれば、よく寝てくれる子もおるしって、本当たまざまで、正直俺らもね、どれぐらいできるかわからんけども、またちょくちょくとやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、登場。ラリラリラリラー、孫です。お芋さん出てこないで。今日子芋カラーの服を着させたんですまあこの息子なんですけども、はい、今モザイクかかってるかな、まあ、ちょっと今後息子の、まあ、顔であったりとか、あくしゃみしたね名前とか、うん、言ったのは、まあ、今のところは公表するつもりはないです、はい、っていうのがね、まあ、一回顔出ししてしまったらさ、後からやっぱり顔出しやめておけばよかったってなっても消えんから、まあ、どのみち今後どうするかにせよ、まあ、もうちょっとゆっくり考えたいっていうことで、うん、っていう結論に至ったんで、まあ、一旦はこういう形でやらさせてもらいたいと思います、まあ、だから本当に今後いつか、うん、みんなで出るチャンネルになるかもしれない。そうだね、まあ、またおゆう考えていきたいなと思ってます、うん、そうだね、まあ、ちょっとバタバタだったんで、まあ、ハムちゃんもまあ、ね、本当にゆっくりする時間もあんまりないと思うけど、とりあえずできる範囲でやっていけばいいんじゃないかな、うん、はい、じゃあということで、まあ、今日はちょっと短めになったんですけども、はい、出産者ご報告、出産のご報告でした。で、今後出産終えちゃったんですけど、妊娠後期の語り動画だったり、陣痛の時の Vlog、 ゆうたさん目線で撮ってくれていたので、それとか、あとは出産レポとかも撮りたいなと思っているので、楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。はい、いや怖かったです。僕は産んだわけじゃないのに結構怖かったです。あー、首下ね。じゃあ締めよっか。はい、じゃあ今回もありがとうございました。よろしくねという感じで、本日はこの辺で終わりたいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ、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 バイバーイ。上向いてるよ、カメラあっちだよ。